前回のあらすじファーファー、そして物語は続いていく。始めようじゃないか。この火山の中に古い卵を沈めたビルだが、その中に引きずり込まれてしまうのであった。なわけないか。夜の中で人まで大きくなったようだ。うん、で、それどうの？よかった、アップしてくれて。あら、もう行ってきたのかい。忙しい連中だね。もっとゆっくり寝かしてくれやいに。何焦ってんのか。あ、世界のピンチ。ギラギラギラ。大げさなこと言ってない、ちょっとで行くわいよ。仲間に加わった。やった。仲間に加わったぞ。やったじゃねえかよ。これからどうすんの？お、なんかどんどん場面がなんかパンパンパンって言っても楽だな。移動は楽だな。ようやってくれました。今のところはお疲れですから。ですやろ。明日も見合っときますから、くれたすみません。マジで。ありがとうございます。で、どうする？あとは受けましたね。将軍と戦うのかな、じゃあこれから。かわいい奴がいっぱいいる。リサ、ごついままでちょっとやっておくながらや。心配無用、任しときなって。ゲラゲラゲラ。魔法忘れたとかそういうパターンじゃないの。眠ってる間に。そらないか。マニ、乱情やりや。うまいことやったらあんまマシなしやね。全部優しいじゃん。マニーロのあの、えげつなさを忘れてしまったのかい。あんた、敵主の誇りにかけてあの兵器を使わせるわけないけどせ。そう。ビルダーかっこいいな。イケメンだな。セリフだけはイケメンだ。変身しますから、背中に乗ってください。変身？マジで？こんな特性を持っていたのか、お前たちは。じゃあ、マニーロもこんな敵んじゃん。マニーロなんでやんねんだよ。あいつ、ほんとあれだな。どう状況？かなり接近しています。こいつら、かわいいな。現役、ディースに全部任せてんじゃねえか。これ、絶対失敗するんだろ。これ、失敗するな。この街も終わったんじゃねえか、もしかしたら。こんなに不条だ。なんか、ディースがいろいろ仕切っているってか、もう囲まれてるよ。まったらなかった。やばいて。リサ、早く。うひょうひょう、楽しくなってきたね。あれは、まったくしょうがないやつだな。さて、リサの顔、お目にかけるすれば。台風、デンデレデン。おい。来ないぜ。ザーケン、どうせそういうパターンだと思った。ダー、ギョエギョエ、それが大したもんね、食っちゃえ。あ、押せやな。おー、すげえ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 。なんだよ、本当に魔法忘れたとかそういうパターンだと思ったもん。これ自分にも来んじゃね？ちょっと大丈夫か、これ。てか残ってるのに行ってまいよったね。小さいからあれっぽいかな。あー。半分やっつけた方がいいだろ。あの変なやつを。一旦退却だ。海底でケチもつけてる。海底？あの、海見なくなってよかった。これでなんか一個一個の船を潰さなければならないかと思った。この先で敵を食い止めます。行かなきゃいけない。マジで、あ、行かなきゃいけないっぽいね。めっちゃ頑張ってる。すげえ。おう、退出してください。マジで準備まだ整ってないよ。よくもわしの艦隊をめちゃめちゃにしてくれたな。許さんぞ。今度は貴様らがめちゃめちゃになる番だ。面白いな。めちゃめちゃになる番だ。大バトルが。お、かわいいじゃねえか。あれ、なんかメンバーおかしくね。嘘だろ、マジかよ、このメンバーかよ。なんだよこれ、いけるかこれ。ディース、お前の力を見せて。デルダン、なんだこれ。ただのプールだ。これ脇がかんでいっぱいあんの。マガ、レイガ。うわ、これしくじっただろう。ちょっと待って、あ、これ変えられるもしかして。なんでだ、なんでだ、ブレだってなんだ。ちょっと待って、そうなんつうの、変えよう。変えができるはず。マニーロできんじゃん。やった、やった、ダンク。よし、ダンク、オッケー。で、これで、で、サンダーワークだね。これ何これ謎の。ブレタ。ブレタを使う。ジャイアン。で、ビルドのあれにいい魔法持ってるよ。これで行こう。で、次のターンでニーナを連れてこい。おー、戦闘シーン。すげえ。かっこいいね。大地震。お、強えぞ。やっべ、強えぞ、これ。これね、ビルダー、突っ込んでろ。任せろ。よし。これで OK。多分これでいける。強えな。やばいぞ、これ。マグだ。
マグダ、あ、マガビって、ブレダ、つまり何使ったの、じゃマガビ行こう。完全なるガチの攻撃のエキスパートって感じだな。よし、これで行くぞ。セフナーレ。うち滅ぼうせ。30しか食らんやん。おぉ。超爆発。うぉ。え、ぬかに釘。なんか魔法の方が強くなってきたな。なんか魔法の重要性というか、でもこいつは、こいつは別だな。弱いというか、かなり。体力が低すぎじゃねえか。なんでこんなにあるのか。ドカンドカンドカン。こっからしぶといパターン。こっから粘るか。いかずしか。なんで水の中でそれ。うつ。これまずいぞ。マジか。こういうやつか、お前は。これで、じゃあ。ちょっと待って。まあ、どうにかなる。まあ、どうにかなる。マックスメロ、マックスメロもったいねえな。これ、すごい言ってれば、原子力。原子力ってなんだ、原子力って何？いや、これって、あ、全滅したくねえからな。いつか、つか。よくわかんないけど。よくわかんだったら、よくわかんない。ニーナに使わせる。素早さが高いニーナに使わせる。頼むぞ。これ、回復だろ？回復だよな。頼むぞ。いや！よし！どうだ？どうなる？どうなる？まあいいんじゃないか、これ。あ、全体回復か。ベホマラーみたいな感じだ。倒せ！超爆発！ドカーン！ドカーン！よしよしよし。まあ強かったな。分かったよかったよかった。お、なんかめっちゃレベル上がってるね。ファイアストーン。あー、よかったよかった。くぞ、一度鳴らせ、生でも。おのれ、こうやった秘密兵器でみんな道連れた。やめて。やめよう。逃げよう。話せばわかる。何を励まし言うてんねえ。果てれろ、こら。絶対嘘嘘。何するか、この魚目。なんか面白いな、今の。なんか。吹き飛ばすぞ。押してる。めっちゃ押してる。口をでもないやつだな。めっちゃ押してるぞ。わざわざ見るの、やめ、あ、やめて。やめよう。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。お前ら危ないって。やばい感じやで。ずらからで。これでも街近くねえか。爆発した？もう場面変わったね。新鋭大将10出すよな。懐かしいな、この2人。お前の働きで世界です。順調だ。ほんとか？もったいなきお言葉でございます。ところで、ショートの攻略は失敗したそうだな。たった今、失敗しちゃったね。邪魔をしたのは白竜族の選手とその偉人か。女神の鍵操作を邪魔してるのは奴らだな。白竜族、白い竜か。新鋭たちを散らす。やつらを始末しろ。やつらの技、女神の鍵を手に入れるんだ。必ず。姉貴はどこ行ったんだろうな。こいつをこれから操作するのか。ってわけじゃないか。なんだこいつら。なんだなんだ、出てきたぞなんか。四天王！いや、本当の四天王が出てきたぞ。裏四天王だな。先ほどの四天王はなんか大したことないみたいな。私たちの息子みたいなもんだけど。これはどういうことでしょうか？ 5 だ。ごっついのと高一点と魔法使い、これ。たかだか戦士が数人。シード者自ら出向こうなんて思いません。はん。で、ステアンにやらせるって。その間に手柄を横取りしようというさ。他の少年たちの貧乏？はぁ。あ、そうなの。天の来たぞこれ。せいぜい頑張ってもらわんとな。なんだこいつ、なんか企んでるな。こっちで爆発でしたな。真っ赤な沢で爆発したら偉いところでしたな。みんなのおかげですわ。ういっ。これからどうすんの、お前どこ行くつもりや。仲間になれ。おおい、でもいいこと言ったね。まだごっつい借金は残った。あったね、そんな話。そういえばそんな話ありましたね。それを返してもらうまでは死んでも離れまへん。勘弁してくれや。お、ダンクいいこと言うね。そのだね、積んでるか。借金返してほしいだけや。積んでるね。失
発じゃん。先に返されて頑張ってや。いいやつなんだかなんか分かんねえな、どこまでなのか。悪徳総理なんぞ言うたか。この絡み面白い、気にするんだって。普段合体してるくせに。いや、どうやるの。なんか忘れとるような気がするな。何忘れてるって。何忘れてる。波紋じゃね。波紋だよ。分かんないけど、そのことじゃないの。てかこれからどうすんの。うん、忘れ物。波紋が解けたから承認玉返したのかな。それやったらどうなんの。お、我ら一族だった太陽に変身するのができる。ほう、開口バトル。あ、これで新しい方がいいのか。聖なるっすか。やったね。で、それはで、それで新しいところに行けってこと。海魚になってる間は何だ。なんかあれなのかな。敵が出ないのかな。そうであると願いたいの。あー、どこだどこだ。見えねえ。俺には見えないぞ。どこに行った。セラ、あったあった。ニーナとディースか。ディースでいこう。ディース、凛々しい顔してんな。じゃあこれでいいや。よし、メンバー、まあ、とりあえず、まあ後で合体させるとして、まあ適度にやるとするか。あ、なんか荷物いっぱいあんじゃん。荷物最初からいっぱいあったっけ。ここ何いる。帝都、帝都に行くの。あ、話しかけらん。どうすればいい。これお前は先頭にするのか。こうする。お、気合を入れた。おお、すげえ。なんだこれは。マニーロマンもやればできんじゃねえか。これ下に行くの。階層を超えるってどこに行けばいいんだ。ちょっと待って、まあ、いいや、探そう。とりあえず探すか。あ、ここを超えることができるようになったってことか。超えることができるんだったら、もうちょっと真ん中らへん攻めてもいいか。なんだこの、ボーボーしてるの。で、爆発したのかな。あ、さっき爆発したとか、もしかしたら。あ、ここかな。なるほど。ここを超えるのか。あー、これで新大陸いけんな。てか、敵、よかったな。敵も出ないから。俺的には最高の組み合わせだよ。これで素敵な、海の冒険隊行こうじゃないか。あ、新大陸発見。ちょっと見て回ろう。上にもなんかあったべ、今。上と、なんつうの、今、ああ、なんつうの、今、下に、でき、あ、ブもうダメだ、あかんな。そろそろ寝る時間が近づいてきてしまったようだ。上行って、下行って、左行って、あ、ここにもあんのか。寄るか、とりあえず、一回降りよう。何がある？まあ今のはなかったことですよ。ちょっと今のは何も聞かなかったことにするわ。マジか。マジかよ。俺はあの曲が好きだったのに。いや、今のもいい感じだったけどな。今のもかっこよかったけど。かっこよかったけどさ。いいじゃねえか、別に。あの曲も好きだった。しょうがねえな。あ？あれだな、ちょっと今のとこ行こう。こう行こう。な、ここはなんかあれだな。狭いっぽい。多分なんかあるだろ。あ、街がある。なにここ。おー。あ？なんだここ。音楽は面白い。かっこいいな。が、なんかあったな、こんなとこな。どうする。多分ここはまだ来なくてもいいとこだな、きっとな。まだ訪れるのは早そうな気がすんな。最初の上陸ポイントに行くべき。あ、武器屋があんじゃん。武器屋があるってことは。ダメだ、これ翻訳こんにゃく使わねえと。なんでお前、こんにゃく。
バスターレイビン。あんまでも2位になって攻撃しなくてあんま変わんないな、ゲインの2。ポイズンレイビン。王女の服、タイトミニ。ソーサルコート、動詞のコート。下取りで考えよう。ポイズンレイビン。ブーム、わかんねえな。銀の杖、どのぐらい強い？あんま変わんねえな。ソーサルコート。あ、めっちゃ上がんじゃん。めちゃくちゃ上がんじゃん。これは重要だな。これはやっといていいか。あ、これは上げとこう。よし。まあいいだろう。多分大丈夫だね。で、まあまあ、シーフスーツは、多分大丈夫だよ。まあいいか。多分、知らんけど。まあ、これでまあ守りはだいぶ固まったべ。王女の負荷どんぐらい？全然大したことないじゃん、これ。ボーンステッキ。あれ？なんかこっちの、何が違うんだ？銀の杖。魔力が、魔力とか関係あんのかな？よし、ありがとう。君のおかげで僕はとても楽しみになって。守りの、あの煙を、煙をもっと買わなきゃ。チュルルンチャチャチャン。ねえ、じゃねえかよ。ここの曲いいな。この激しい感じ。ちょ、一旦なんか偉い人に話聞こうぜ。長老的ななんか。なんか王様のような存在の人にちょっと話を聞いていこう。多分これ。会話できねえな、きっと。あ、城だ。城か。これ絶対無理だろ？なんかいる。ダメだな、これ。あ？はあ？はあ？こうなんか解読するなんか物体を持ってこなければ、俺たちに勝機はないな。残念。なんか右になんだろ？亀岩？違うか。タラの木だったわ。亀岩のような物体が見えたんだろ。ゼルダの伝説の。神々のトライフォースに出てきそうなのか。俺のただの気のせいだったんだ。あの頃が懐かしいよ。何気に結構フィールド曲変わるんだな、ブレスオブファイアは。ある特定のポイントにつくと変わるのか。つっても前何回変わった？あー、でもギリアムが仲間になった頃に、あの前のフィールドの曲になったのか。あ、ギリアム仲間になったあれが巨人か。巨人編が終わった後だ。あそこら辺だからな。あれ、ここだっけ？もう一回、ちゃんと確認しないとな。こんな近かったか。泳げ、泳げ、泳げ、こんなに近か。あ、オッケー。このくねくねした感じがたまんねえな。マニーロ。マニーロセクシー写真集1800円。ここがまあ次の目的地であろう。守り煙ちょっとこれ必要だろう。まあでもヒュールで、まあ、ヒュールで最初の街に戻って戻りつつって感じだな。右じゃなくね。あ、右にも道がある。なんだこれ、どこ行けば。あ、街がある。街は城か。あれ、ここってさ、あれ？ここ前来なかった？前っつうか相当昔だけどさ。これ最初のとこじゃん。ちょっと時間が微妙だけど、まあいいや。見てっか、じゃあ。これ昔来たとこじゃねえか、ここ。ねえ。ルー様、お前、ほら。あれなんかここ。あれ罠か。あれ罠だな、きっとな。懐かしいな、ここ。あれだな。この祭りはあなたの旅の成功を祈るものです。おー、ありがとう。こいつなんかジュダスっぽいな、みたいな。じゃあさ、これ帰らんないの？はい。竜いなくなってる。なんでだよ。お前たちの心に竜はいつでも存在してるってことか。ちっ。モテモテだな。なんかないの、ここ。入り組んでんの。ここでまさか敵が出るってないか。さすがにそらないよな。回復しとくか。なるほどね。じゃあこれからどう行けばいいんだろう。まあ多分こっから左の大陸だな。そ
こに行けば何かがあるに違いない。そして俺はそのまま眠りにつくするから。入り組んでたわけわかんねえな。こんなダンジョン通ったのせいかな。しかも俺一人で行ったんだね。すげえな。今仲間がいっぱいいるから心強いよ。まあ、ディースはかなり強力、かなり強いっぽいからな。かなり、ニーナが回復専門に対して、ディースはもう完全攻撃に特化したような感じだからな。これはなんかもう、なんだ、かなり貴重な戦力として、寝てるよ。仕事なんかしないぞ。ニートいいよな。ニート最高だよ。ニートなりてえよな。金が入るニートがいいな。お金が入れば、お金があればあれだから、仕事をする必要は全くないから。仕事が必要っていう人種もいるらしいけれども、俺には全くあれだ。永遠にニートで構わない。そしてお金が手に入ればそれで十分。そしたら俺はもう永遠に引きこもってあれだから、ゲームをすることができる。最高じゃねえか。七夜王国ってあれだっけ、暗闇の国だっけ。暗闇っつうかなんか夜の中を忍び込んでいったところだよ。やむにゃぐーぐー。俺はもう寝る時間だ。そろそろ。まあちょうどいいか。ここをとチラ見してから、チラ見し終わったら多分まあちょうどいい時間帯なんだろう。202分ぐらいか知らんけど、そこら辺でパン。なんかマニーロのテーマ曲っぽいのこれ。なんだこの赤いのかっけえ。なんだこれ、何を作ったんだお前。じゃこのジャニーは寝てるな。なんでみんな寝てんの。夜じゃなくね。なんで寝てんの。どうしたの。なんかの病気にかかってんじゃねえかこれ。なんか新しいあれだな、新しいサイドクエストがあるのかもしんないな。みんな病気にかかってるぞ。眠り病だ。この明るいと見せかけて実はなんかとてつもない闇がこの街にはびこっていたっていうのだ。ほら、まともな人間そろそろいるだろ。ダメだ、こいつも洗脳されてるな。この街がちょっとまずいことに。あ、そういうことか。ニートの街が、ここはニートの街だったんだな。なるほどな。もう働かなくて済むからってことが理想郷じゃねえか。ニートのユートピアか、ここは。いいな。こいつ働いてんだ。時給850円か。1銭って安すぎじゃねえか。マジで。もう止まっていくよ、それだったら。まさかそんな安いとこになったかんな。1泊100円ぐらいのあれじゃねえ、なんか。衝撃だったぞ、今のは。あれ？何これ？なんか人が増えてる。夜だったかな？やっぱ夜だったのか？なんだ、ここは。ニートピアじゃねえのか、ここは。なんなんて一体。人がいなくなった。二度手間だなこれ。あ、人がいねえな。人がいないからじゃあみんな外に出てんのか。みんな遊んでんの、踊ってんの。踊れ踊れ。カンタベルです。おお、いいな。俺もこうやって遊びてえよ。しばらく仕事なんかしないんですからね。クリアカスタお祝いです。マニーロみたいななんかあるな。どう思ってんだろうな、この状況に関して。こうやって金儲けをしようと企んでるか。ニートになったら金なんか一生手に入りませんぜ、みたいな。入りまんでへへ、みたいな。そういう感じだ。知らんけど。なんかないのか。なんかアイテムもらえたりしないの。銅像マジで。銅像、銅像か。どうでもいいわ。よっしゃー、おやすみなさい。セクソチャンス。